武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学社会科学部の2017年の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、配点が40点で時間60分、英語50点で国語が40点ですね。中での社会40点という形になっております。で、大問が4題出題されており、これは過去2016年以前の問題だと大問5つだったのですが、2017年では4題になっております。また社会科学部の日本史といえば資料問題が大量に出題されて、どの大問もほぼ出てくるような形だったんですが、2017年では資料がほとんど出ていない形式となっておりました。またその出され方がちょっと大きく変わりまして、これまではその一つの時代に対していろんなテーマ、つまり時代の横のつながりというかトータルの理解を結構求められるようなものが多かったんですが、2017年の問題に関しては縦割り、要は例えば、法律、法の制度に関して古代からもう現代に至るまでとか、政治とか社会とか文化に関して縦にみたいな形でテーマ史を縦に見る、今までは時代を一つトータルでいろんなテーマをまとめてみるっていう横の見方だったのが、横の見方が縦の見方になっていると。でこの傾向が今後も継続されるのかどうかは分かりませんが、いずれにしてもその切り口がそのどちらかになるということですね。要は一通りの一つのテーマに対して一気に切る場合と、一つの時代に対してトータルで切る場合っていう、それぞれの見方が出される可能性がありますので、どっちでも出されても大丈夫なように対策をしておきましょう。特に、最新年度で出された縦形式の出され方に関しては、練習してないよって人も多いかと思うので、こちらに合わせて対策をしておいた方がいいかとは思います。でここの問題の特徴としては、まず正誤問題が非常に多いと。でその正誤問題が正直無理だろっていう難易度のものが出てたりもするっていう、ものですね。でただここの正誤問題に関しては知らない知識出てるイコール解けないではなくて、その中で選択肢を進めていくことによって、答えが選べる、というような、形式、つまり消去法で選んで、答えが出せるような形式、というものも、あります。要はその知ってる知識じゃなかったら、逆に言えば分からない知識だけど解ける理由があるんじゃないかっていうのを考える能力があるかどうかですね。もちろん知らない知識が多すぎて、っていうのはもともとダメなんで、そこはやはりその用語集や教科書、総計レベルまで問題集ちゃんとやって、知識つけること大前提なんですが、それでもどうしても分からない用語だったり難しすぎるものっていうのが出てくる中で、これは無理だなって思って切るなり、もしくは選択肢の吟味の中で、ああこれだったらこうすれば選べるかみたいな消去法だったり選択肢を利用して答えを選ぶっていう形がしっかり取れるかということをですね、見ていって、できるようにしていくといいかとは思います。傾向が結構大きく変わったので、そちらの傾向の変化には、気をつけておきましょう。以上が日本史の勉強となります。